校翔平 TV です。はい、本日は日本体育大学女子軟式野球部の取材に来ております。今回はね、こちらのお二人にカバンの中身チェックをしたいと思います。変なもん入ってませんか？大丈夫です。まずお名前からいいですか？松原真理子です。真理子さん、はい、何年生ですか？3年です。3年生。はい、はい、2年の桜井香音です。2年の桜井香音さん、はい、はい、お願いします。カバンの中身早速チェックしていきたいんですけど、じゃあお願いします。はい、はい、まず、ちょっと中身をちょっと出してもらって並べてもらっていいですか？上着。あ、上着。まず上着。女子野球選手ってどんなカバンの中身してるんかなってこう気になる人がいるみたいで、あの俺が勝手な好みとかじゃないよ、そういう癖とかじゃないよそういうそういう性癖じゃなくて、あの皆さんの、ね、期待に応えようと思って。ゴミ入ってる。え、ゴミ入ってる。お昼ご飯のゴミ入ってる。袋どんだけあるんですか？袋ではめっちゃ袋入ってる。え、大丈夫ですか？トップ。あ、入った。あ、女子大生あるある。お菓子。スラバン。そのボールなんすか？俺これなんすか？なんか入ってますよねこれめっちゃ恥ずかしい。なになになに？300円。300入ってんの？300入ってんの？あ、貯金してたのね。あ、そうです。なんか貧血の時にあったら嬉しいな。なるほどなるほど、そういう使い方あるんですね。それ割ったんですか、自分で？あ、割れちゃってて。あ、割れちゃって。あ、やむなくもう貯金箱に。そうです。お、そのノートは何ですか？野球ノートです。野球ノート、はい、反省とかミーティングの内容が。あ、本当に勉強熱心。これはグランドのカードです。あー、グランド利用者カード。利用者カード。あ、なるほどなるほど。こんな感じで。ちょっと待って。おもちゃです。本物？はい、おもちゃです。おもちゃ。頼むよ、ちょっと。びっくりしちゃったよ。虫苦手なんで。お、オークリーのサングラス。そうです。高いんじゃない？あの軟式ボールに入ってる300円の多分100倍するんじゃないですか？間違いないです。ね、黄色いやつなんですか？黄色いやつ。ゴムバンド。はい、ゴムバンド。あ、あれ持ってるわ。ひよこ。ひよこちゃん？ひよこちゃん入ってる。ひよこちゃん食べ食べってやばくない？そういう趣味なんですか？実は。好きなんですか？お守りです。お守りですか？お互いこれやばいっしょっていうのはありました？ボールの中のボールの中のお金やばい。いや、クワガタと水道代のハガキですやばいやばい。水道代を払わなきゃね。別の方はもっとやばそうだなってあります？マリアやばい。今その辺にいる？うん、くださる。あ、もう待ってますよ。もう待ってますよ。緊急参戦ってことで山口真理さん。待って、外側も外側も。これと、あ、こっちはまともかも。こっちはまともだ。なるほどなるほど。いちご大福。何これ、いつのやつ？まあ大体こんな感じです。緊急参戦ってことで山口真理さん来ました。はい、ピッチャーの、はい、カバンの中身ですけど、いいですか？あ、ちょっと困ります。困ります。え、紺色のなんかあの長いやつなんですか？あ、これですか？違う、左側の。左のこれ。そうそうそう。あ、これそれなんですか？これは、はい、なんかもらい物の靴下なんですけど、はい、ちょっとあの片方なくなってからちょっとここにある。やばいっす。これどう思います？どう思いますか？ちょっと汚いです。汚いです。汚いです。え、履いた後？え、履いてない履いてない。履いてもらっていいですか？いいすか、大丈夫？無臭ですか？無臭。無臭。あ、よかった。よかったよかった。一番気になるこのいちご大福。あ、これ、これ古くないですね。いつのですか？いつのですか？ちゃんと今日買いました。あ、今日買ったんですか？はい。なんで袋から出てるんですか？畠山と水野のお寄りがあるということで。グローブ大好きなので。ああ。だから。なんかよく磨いてると思います。マジっすか？ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで今回はバッグの中身を見せていただきました。野球女子のね、あのファンの方はね、あの興味があると思うんで、ちょっと僕が代表して今日はね、撮影させてもらいました。はい、というわけでこれで終わります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、3月14日、当選発表予定をしております。このアクセヘベルガードのブレスレット、2名様にプレゼント。2つ出したんですね。2つ出したよ。ちなみに俺もついてます。いいなぁ。ついてないです。はい。ついてないです。できますかみたいな。伊藤慎さんっていう、はい、
左半身麻痺でアクセフベルガードユーザー世界一の人がいるんですけど、彼から託されまして託された翔平TVのファンの人にあげましょうって。おー、応募条件が伊藤慎さんのインスタのフォロー、おー、そして翔平TVのツイッターのフォロー、おー、そしてベイちゃんのはないけど、はい、熱いコメント、行動が見て熱いコメント、まあ、ティナさんの新加入についてのコメントでもいいですし、応援コメント、はい、スカさんの応援コメントでもいいですし、はい、それで応募条件したいと思います。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。